赤星赤大輝瀬尾赤星赤星でーす、はい、お願いいたします。今回はアイアンメンさんというアイアンメン、はい、確かに後ろがそうですよ、編み込みがちょっと多めなんですけども、そういうことです。こちら8月1日にオープンしたばっかりのお店です。なるほど。スペックを見ていきます、十条ですね、埼京線の十条駅、これ喫茶店じゃないですよ、喫茶店ではございません。だが元々はですね、アメリカンダイナーバッキーズさんというハンバーガー屋さんだったんですね。それが業態交渉、またも異色の流れです。異色っすね、もう異色が続きますが、あ、ね、もちろんアイアンマンから来てるんですけども、はい、ちょっと内装がね、捨てないんで、いろいろな大人の事情で、マーベル事情がマーベル事情があるんでね。ではメニュー見ていきます。醤油麺、汁麺、つけ麺、油麺、肉麺、お子様麺とかいろいろあるんですけども、ですね、この通常の方は、これ二郎系じゃないんですね、醤油麺の方は。あと、肉麺も違います。で、牛二郎麺、これがインスパイアされた一杯ということで、こちらを選択しているんですが、はい、まあ、一応油麺なんかもね、太麺なんだよ、ね、もしかしたらそっちも二郎麺かもしれない。うわ、すごい、こんな感じです。なんこれ、肉も増していて、さらに他全部増しましたということで、これに肉増しするとね、通常の牛のお肉と、まあ、ローストビーフと、どっちかか、あるいはハーフ&ハーフがいけるってことで、でも牛なんすね、もう全部牛なんです、今回は。豚じゃなくて、はい、そうなんですよ。で、まあ、ナルド麺もちょっとラーメンっぽいっていうのもありまして、牛二郎麺、麺増し、全部増し増しをした人はですね、僕が初だったらしいです。あ、なるほどね、回転してからありがとうございます。ということでね、最初の動画です。牛ってだけですね、それは豚じゃないですよね。牛肉でいいと思います。牛なんです。はい、めちゃくちゃ柔らかいということで、ホロホロ牛、ホロ牛ですね。ハーフ&ハーフにしたんですけども、どちらもとんでもない量入ってるんで、片方だけにしたらやばいんじゃないですか。もうギュッと詰まってるわけですね。とっ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 と、今日はそういうの多めでいきましょうか。ちょっとね、これから、まるでね、大切な日に出てくる料理みたいな。まあ確かに結婚式とかでよく出るけど。そうそうそう、非常にみずみずしいんですね、このローストビーフが。しっとり感ね。上等なお牛様でございました。さあ、そして油ももちろん牛脂です。あ、なるほどね。はい、食べられる油ということで、おつまみみたいにどんどん食べられるかなという、イメージ。おつまみの量じゃないけど、おつまみじゃないですか。でどんどんお野菜もね、いきますが、茹で具合平均的、で、ナルトもちょっと食べるみたいなことで野菜が、まあ、もう食ったけど、一口で一口でいきました。スープは飛乳化でございました。はい、こちらももちろん牛のね、出汁で作ったスープでして、牛骨のね、こうね、風味がいいんだね。牛骨ラーメン、ね、牛骨なんですよ、やっぱりね。返しとすごく合いますね。まあ、普段ね、これなかなか味わえない、ラーメンの上にある牛肉とお野菜、交互に食べる、なんかこう新鮮な気持ちで食べるのもいいですね。確かに牛はちょっと珍しいですけど。そう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 、どうなんですかね、ラーメンとの相性は。なかなか、結構いいですよ。うまくブレンドされてるって感じがしました。では茹で前は通常だと200で、麺増しで今回300ですね。で、二郎系じゃない方は170、で油麺は230ということで、油麺が一番多いですね。でこれね、下からこう揚げた時にね、香りがいいのよ、この湯気とともに。小麦の感じというか、いえ、牛の香り、牛か、牛の香りがすごいんだよ。そう、なるほど。で、もちもちのややでろ麺ということで、牛脂をね、ここまとってるんで、表面、麺自体はすごいツルツル麺じゃないんだけども、まあ、油のこうすすり心地がいいなというか。あ、なるほど。さささささとすすれました。はい、あ、そんなことしてるのに、牛巻き麺をね、作っちゃいますね。やったことないだろう。やったことはないでしょう、これね。で、最初に結構食べ進めたけど、途中でもまだ余ってるんで、いろんな食べ方ができるという面白さもある。さらに、ニンニクですね。やっぱニンニクはね、牛のどんな料理でも肉を引き立てるんで、確実に入れてください。焼肉とかでもやっぱり絶対入れますよね。でね、こうニンニク豆乳はこう表情をね、ガラッと変えられるんで、スープの表情をね、ぜひ入れてほしいっていうのと、ちなみにね、こうマーベルのね、ブレードっていうキャラいるんですけど、知ってます？パチンコ台員はあったかな。
あいつね、吸血鬼にならないためにニンニク結成打ってるんですよね。あ、そうなの。だからガラッと表情伏せて、あの、刀持ってるやつ、刀持ってるやつ、あ、はいはい、黒人のめっちゃ面白いやつ見てください、皆さん。差し込んできましたね、急に情報。ラーメン情報、ブレード情報、ブレード情報。あ、旨味レベルが4というラーメンタレに入ってますよ。ね、旨味タレ。そうなんです、ね、一度食べたらやめられません。やめた方がいいよやめた方がいいよ。二度いっちゃいましたけども、めっちゃ入れる、何の表情だ、めっちゃあげる。そして味変アイテムとして使ってきますけども、うん、結構初めの方から牛脂に垂らしてもね、これ美味しかったんじゃないかなっていうね。もちろんお肉にも垂らして直に食うみたいなのも結構いけますよこれ、うん、試してみてください。ということで、黒胡椒ね、デフォルトでお肉にもかかってます最初に。そうですね、じゃあ、まあ、追い胡椒というか、まあそうだね、後半がいいね、ガーリックペッパービーフだねということで、そんなファイナルビーフ、最終とファイナルが青と泣きました牛みたいにごっつぁんで、もう美味しだけ、美味しい、ウッシッシじゃないんですよ。あらららら、イッシッシって、イッシッシよ、ね、牛でもなんでもなかった、石がね、乱れてきましたから。89.1 乱れました、悪意ですよね、これは牛バッタ感じなかった、関係なくですね病院の方で、そうですね、美味しかったですね。まあ、これね、実はね、十条にこの牛のお店ができてしまったということはですよ、大変なことです、これ。十条今暑いです。十条なんだと思いますこれ。これがね、十条にはまず、ま、あの動画にも上げさせていただいた成り上がれという成り上がれ、はいはいはい、お店があるんですよ。まあ二郎系ですね、豚のね。それからまだ行ってないんですけども、堀八郎さんという堀の二郎系もあるんです。つまりですよ。あ、じゃあもしかして。そうなんです。豚、牛、鳥、勢ぞろいしてるんですよ、十条には。全肉、とんでもないことですよ、これね。え、あとやるとしたら、馬とかかな、まあ、ラムとかあ、ラムか、相当マニアックやな、それはね激戦区通り越しても、ちょっと異色の二郎が揃って、まあまあまあ、そうね。だから十条にはギュッといろんなものが詰まってるんでね、俺的にはスパイダーメンの影響が一番強いんだけどね。マーベル情報、マーベルは一番、あのマーベル vs カプコンっていうゲームからあったね、入ってるんで、ちょっと伊藤洋華堂でやってたわお試しの、 あの無料でできるやつ、お試しの方、ね、昔やってました、ね、ウルバリンめっちゃ強いから、懐かしい、そんな ね、にわかマーベルでもめちゃめちゃ楽しめるお店ということで、行ってみてください、ジャガーノートカプコン。